ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。 MTG アリーナでスタートした新フォーマットヒストリックですが、つい最近ヒストリックアンソロジー2がリリースされて、新たに25枚のカードが追加されました。4月16日までヒストリックが参加費いらずで遊べるので、今回はヒストリックをプレイしていきたいと思います。ご紹介するデッキはメガハンデスです。早速デッキリストの方を見ていきましょう。今回のメガハンデスはブリキスカラーの手札破壊に特化した構成になっています。キーとなる追加カードは無駄省き。相手がクリーチャーカードを捨てるとゾンビトークンを生成し、土地カードを捨てると黒に罠が出て、クリーチャーでも土地でもないカードを捨てるとワンドローできます。ご覧の通り大量のハンデス呪文を採用しているので、継続的に相手の選択肢を狭めながら、こちらはじっくりアドバンテージを獲得していきます。そして最新セットの死の上のタイタンクロクサも非常に相性がいいです。序盤から打てるハンデス呪文にカウントできる上に、後半はフィニッシャーとして活躍してくれます。それでは早速対戦やっていきましょう。さあハンドは赤マナが出ませんが、他の武器は確保できているのでキープします。まずは湿った赤をタップイン、そしてエズです。向こうは豊潤の神殿をセット。さあ送ってこちらのターン。さあ無駄省ききました。早速設置して次のターンの泥棒ネズミにつなげたいですね。平地セット、そして制限の神秘化がエンチャント対応するデッキのようですね。こちらは赤マナ引いてきました。除去するか迷いますが、このターンは泥棒ネズミから入っていますか。おっ、土地カードを捨てたので無駄省きで黒にマナが生成されます。そしてこのマナを活用して黒草も出しちゃいましょう。オーラが捨てられたのでワンドローです。いやうまくハマってくれましたね。相手はボリセットからのイリーシア木立のドライアド。追加のランドセットして払拭の光、無駄省きは追放と、でアタックはテイクします。モーターは引いてきた進む儀式で一掃します。ハンド差ついてるのでこのままマウント取っていきたいですね。アングラス出したかったですが、ご縁で。あ、来た、クイの玉座の印象ですね。これはちょっと急がないと盤面をさられちゃいますね。よし、土地引けたので、アングラスを出します。プラスしてライフを削ってきます。払拭の光とか光だけですが、お、ランドセットではターン回ってアングラスプラスして思考消去を空打ちしましょう。トップも思考消去なので墓地に送ってクロクサの脱出コストを揃えていきます。手札を空にしてもトップデッキはどうしようもないので、今のうちに盤面を抑えたいですね。相手はセテッサの勇者、これには暴君の嘲笑で対処します。ターンもらってアングラスプラス、さあ満を持してクロクサを脱出させます。ユナがないので3点ダメージ、これで追い詰めましたが、払拭の光引かれましたね。天使が出てアングラスを追放ですね。まあサイズは勝ってますし、このままアタックします。3点ダメージ入ってさらに6点。相手ドローは平地ですね。ハンドを締め付けてそのままライフも削り切れました。それでは2戦目やっていきます。ハンドはネズミみたいに除去もあるのでキープします。湿った赤を置いてエンドと。相手は水没した地下を調セットしました。では泥棒ネズミを出していきます。捨てたのは最終。相手はこのターンもタップインと、ゆっくりめのハンドのようですね。泥棒ネズミでアタックして残り19、そして2体目を出します。捨てたのはタスの介入、するタイコントロールとかですかね。おっ、のしげみ歩き、前のスタンでは大活躍してましたよね。土地を置いて、マスクを除去して少しでもライフ詰めておきますか。アタックして残り17。あー、ウーロか。まあ、
それたいカラーなら絶対入りますよね。追加セットも含めて一気に5マナ到達と。そしてラノワールの絵、こちらはアングラスをキャストします。プラスして手札を捨ててもらいます。ウル2枚目か。まあアタックして、いやウル脱出されるからアタックしない方が良かったかな。うわー、翡翠光のレインジャー、うん、探検と脱出の相性めっちゃいいですね。土地がめくれてトップも翡翠光のレインジャー。まあ、ここは黒草を出していきます。暗色池を捨てて3点。こちらまだ墓地が足りてないですね。アングラスのマイナス3はウーロに取っておきたいですが、翡翠光のレインジャーも結構厄介なサイズなんですよね。相手はまずアタックと。これはブロックします。そして2枚目の翡翠光のレンジャー、繁殖域と人質取り。黒草出してもパクられるな。そしてドローも黒草と。これどの道アングラスもやられちゃうので、いくつ目だと勝ち目がないのでマイナス3使って翡翠光のレンジャーをもらってアタックします。第2メインに黒草キャスト、さらに3000ダメージでエンド。さあ相手はウーロ脱出。いや、だいぶリソース回復されてきてますね。そしてアングラスも退場。ドローは土地か。人質取りいますが、引き伸ばしてもリソースはつくだけですし脱出せます。介入か。さあ相手は、1人でウーロとレインジャーダック。さらに3点ゲインとワンドローで追加ラウンドセット。いやー、むちゃくちゃ。そしてクロックさん、さらに3点で、ドローはスノギ式、そのままこうキャッチとしてエンドします。ボーラスの状態、スイコーレインちゃんも出てきて探検。うわ、枝渡り引いたのは湿ったか。さすがに投了ですね。さあ、メガハンデスいかがでしたでしょうか。改めてデッキリストを見ていきましょう。基本的な動きはハンデスで相手の手札を締め上げ、クロクサやアングラス、ニコロボーラスなどのフィニッシャーで相手のリソースが回復する前に勝利を目指します。1戦目のように相手の手札が空になっているうちにクロックを定着できると理想的です。このデッキは妨害とクロックを両立しているので、コンボデッキやクロックパーミッションには有利に戦えます。ただこちらリソース補給の手段が限られているため、2戦目のようにロングゲームに持ち込まれてしまうと分が悪いです。そして手札の消費が激しいアグロデッキにもハンデス戦略は機能しにくく無駄牌になってしまうことがありますが、このデッキは除去も多く採用しているので、コントロールデッキのように立ち回り対処することができます。懐かしいカードで気軽に遊べる楽しいフォーマットなので、皆さんもヒストリックでぜひ遊んでみてください。それでは今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。